桃広光子さん、当時4歳、内越町の自宅で被爆しました。右腕を骨折しましたが、家族3人で壁の親戚を頼って避難しました。母と兄は父の消息を尋ねて市内を探しましたが、見つかりませんでした。父と母と兄が三朝小学校の3年生でございました。私が4歳で、弟が2歳でございます。というのがで、祖母がおりまして、これが私の家族構成でございまして、父は石井中高所という会社を経営しておりました。それで兵隊へ行くということになりまして、私の記憶では西連兵場へ行っておりまして、8月5日の11時ごろに警報が鳴りまして、西連兵場の方へ帰っていったと聞いております。自宅のどちらですか？自宅は内越町、広島市内越町でございます。で、8月6日の朝、ちょうど原爆落ちる前だと思いますけれど、母と私と弟の3人がテーブルを囲んで食事をしていたように思います。それで15分になりまして、後から分かったことですけれど、原爆落ちまして、その時に私は家の下敷きになりまして、母と弟も10メーターぐらい飛ばされたそうで、私は運よく社員さんに助け出されまして、家が焼ける前に3人で命からがら三宅の方へ逃げていきました。で、そこで、私も右手の腕を折っておりましたので、多分泣いていたと思うんですけれども、急遽手当てをしていただいて、でそれで壁に親戚がございますので、軍の車で壁の方へ連れて行っていただいたということでございます。壁には祖母の親戚がございまして、兄と祖母が疎開しておりましたので、親戚のお世話になっておりました。8歳の兄から聞いたことでございますが、ちょうど8月6日の朝は祖母と2人で内越の家に帰るということで、電車待っておりましたところ、たくさんの人で乗れなくって、もう仕方がないので次の電車に乗ろうということで待っておりました。ところが広島市内の方が何か黒い煙のようなものが、雲のようなものが出てびっくりいたしまして、11時ぐらいになるともう市内から怪我人とか焼けただれた人たちがどんどんと壁の方へ逃げてこられて、これはただごとじゃないと子供心に恐怖心を覚えたと聞いております。それからどうされました？兄は私たちが夕方帰ってきまして、で、無事をお互い喜び合って、で、母と兄は2日後に父を探すために叔父に連れられて市内入りまして、まず自分の家がどうなってたかというのを確かめに行きましたところ、もう家はもう焼けておりまして、全然もう姿ございませんでした。で、もう父の消息がどうなってるかわからないので、歩いて市内を歩いて市役所の方まで行きましたところ、消息は不明だと、ということで3人とも本当に悲しい思いをしてまた壁に帰ってきたと聞いております。で、その途中の人々の怪我をされた人とか焼けただれた人たちとかに逃げ惑う人たちの姿を子供ながらに見て、本当にもう一生忘れることができない、誰にも言えないというようなショックで、ただ
怖い思いをしたように申しておりました。で本人は間もなく髪が全部抜けまして坊主になりましたので、友達から随分といじめを受けて本当に嫌な思いをしたと申しておりました。3週間ぐらいじゃなかったと思うんですけれど、母が父を探しに行くのに多分1週間ぐらいかかっていたと聞いておりましたの で, で、まあ、それで本当にもう消息がわからないで亡くなったというのを確認 しましたので、母の佐藤が山内家の豊富なもんですから、母の兄が迎えに来てくれて一緒に佐藤へ帰っていったというふうに聞いております。兄がやはり松村中高所という会社しておりましたので、まあ兄のおかげで私たち家族は家を借りまして、生活、新しく生活をスタートさせていただきました。でも父が亡くなったというのがもうはっきりとしましたので、もう母も3人をどうして育てていっていいかということを本当に困って、でもおかげさまで親戚のおかげで皆一応元気に成長させていただきました。なんかお仕事は何かされました？母ですか？兄からいろいろ援助いただきまして、金物店、石井金物店っていう、まあ、お店、小さなお店ですけれども、それを、まあ、開きまして、細々と母の姉もやはり夫を亡くしておりますので、戦地で亡くしておりますので、一緒にその金物店をしていたように記憶しております。私はですから豊富の加保小学校へ上がりました。その後は中学校、高等学校と豊富の学校へ参りまして、で高校卒業いたしました。でその後は縁があって広島の方へ主人と宮結婚いたしまして、ずっと今日までこちらで生活しております。ずっともう何十年ってございませんでしたけど、ここ5年前にちょうど顔面の口の中の方へ、まあ、一応がんができたということで、それを手術いたしまして、その後2年後ですね、また次再発して首の付け根のとこへリンパが出ましたので、またそれを、まあ、手術いたしまして、現在に至っておりますけれども、今は元気でおります。友博さんご自身の健康で、私もずっと元気でおりましたけれど、8年前にS 字結腸のがんが見つかりまして、その手術をいたしまして、おかげさまで今日まで再発もなく元気に生活させていただいております。お母さんと弟さんは、母はですね、18年前になると思いますけれど、やはり S 字結腸のがんで手術いたしまして、2年間元気でございましたけれど、再発いたしまして亡くなりました。もう一人、弟はこれはちょっとがんではありませんけれども、心臓の方の膜がちょっと弱ったりしておりましたので、まあ、その手術いたしましたので、もうそれは元気でおります。そうですね、私はもうずっと母からもう寝物語のように、朝からもう寝るまで原爆がこうだった、ああだった、怖かった、父が亡くなって苦労した、父がいたらもっとあなたは幸せだったかもしれないって、そういうことをずっと、もう10歳過ぎぐらい、小学生終わりぐらいまでですね、ずっと聞かされておりまして、でまあ高等学校になりましたら弁論大会なんかがありますので、まあ、それで原爆をテーマに先生から勧められて、まあ、そういうことも表現させてもらったこともありましたけれど、まあ山口県ですから、そんなにね原爆っていうものをあまりこう感じられることはいなくって、まあ私の心の中には、
いつかいつか何かご縁があったら、私のこの何も記憶はないんですけれども、母に教えられたその原爆の恐ろしさというものをですね、何か残せるっていうか、母の、気持ちを受け継いで残せられるものはないかなっていうのはずっともう思っておりまして、そのチャンスはなかなか私にはなかったんでございますが、昨年佐藤博恵さんという方に出会いまして、で、私が本当にお手伝いできることは何だろうかっていうふうに相談しましたら、友博さんがもうその記憶はなかったらなくてもいいから、お母さんから聞いたことを少しでも残せるようなことを考えたらどうかって言われたので、あ、やっぱりそうだったなと思いまして、去年ちょうど平和資料館に参りました時に、こういうなんていうんですかね、ビデオ収録というのを聞きまして、じゃあ私これにもし申し込ませていただいて、もしこれが実現すれば私の心の中も整理がついて、もっともっと原爆の恐ろしさとか平和についてまた次の方へこうなんていうんですかね、もう伝えることができるんじゃないかと思いまして、特に最近はそういう思いもが強くなりまして、今まで以上に母のことをこうちょっと思い浮かべて母に感謝しております。とにかく人がもう川の中にたくさん飛び込んで、もう水水って言ってその助けを求めて亡くなっていかれた。でも自分もどうすることもできない、自分ももちろんね、主人のことがいっぱいですから、もうそういう光景を目の当たりにして、もう絶対にもう戦争はしたらいけないとか、でもう父がいなくなったということの本当の寂しさ貧しさ、そういうものを常に私たちにこう聞かせてくれておりましたので、もう私自体は本当にもう心の底から戦争あってはならないっていうのも肝に銘じておりまして、今までずっとそういうですから、戦争の映画とか、いろんな話を聞くと私逃げていたんですね。でもやっぱり60年こうなりまして、もう私も年を取りましたので、もう逃げてはいけないと、やはり真実は真実として、これを拙い私ですけれども、母の言葉を通して伝えていきたいというのを本当に感じておりまして、母が確か私にそういうことを、原爆の恐ろしさを私にずっと言っておくことが、また次の代に残るんじゃないかということで言ってくれてたんじゃないかなというのを最近特に感じております。